ハロー、ラッキーちゃんじゃー。今日は有馬温泉にお邪魔しておりますよ。さて、有馬温泉といえば赤いお湯の金泉と無色透明の銀泉というのが有名なんですの。さて、ここで少し手を洗わせていただいて、今日の有馬温泉編どうなるかお楽しみにしてくださいよ。さて、この湯本坂を上がりながら少し温泉のことについてお話しさせてもらいましょう。有馬には有馬高槻構造線という活断層があって、南北に走る断層からは高温の鉄と塩を含む金泉が湧き出しており、それに対し東西を走る断層からは多少成分が異なりますが、炭酸水素温泉とラジウムを含む放射能泉が湧き出しておるんですの。なお、金泉は95度以上の高温が湧き出しておるんです。さて、この天神泉源。この泉源と源泉の違いを少しお話しすると、泉源はお湯が湧き出しておるところで、源泉はその湧き出したお湯のことを源泉と言うんです。さて、この蒸気がすごいですの。この蒸気に触れるだけでなんか体に良さそうな気がします。すごい勢いですの。さて、ここは湯本坂にある炭酸せんべい屋さん。かなり広いお店で趣がありますぞ。その奥、そこで、ここです。ここで炭酸せんべいを焼く実演をされております。炭酸せんべいを1枚いただきました。おお、パリパリしてなんと美味しいことでしょう。さて、この湯本坂には古くから営業されているお店がたくさんあるんですぞ。ここは山椒の佃煮を売っているところです。有馬は山椒が有名なんですの。もう有馬では室町時代には山椒と松茸を炊いた佃煮が売られておったらしいです。さて、この人形筆、これも伝統工芸品ですの。室町時代から続いておる品で450年の歴史がありますぞ。もう少し覗いてみましょう。 おじさん、ちょっと失礼いたします。なんとカラフルで可愛い筆でしょう。この筆を持って立てると筆の中からぴょこっとお人形が出るんですの。それで人形筆と呼ばれております。さて、ここは有名なジェラートのお店、有馬ジェラッテリアスタジオネッサン。なんで有名かというと、2019年ジェラートワールドツアー日本大会で優勝されたお店なんですよ。なんとカラフルでしょうか。種類はそんなに多くないんですが、こだわりの品ばかりなんですぞ。六甲山麓の酪農家限定の濃厚な牛乳のみ使っております。無駄なものは一切入れず、品質を保つための安定剤も豆類の種や海藻から取った天然素材を使われておるそうじゃよ。今日食べたのはマスカルポーネとそれからイチジクのジェラートをいただきました。なんといってもここの特徴は舌触りの滑らかさ。ママさんもどうですか。なんとなんと、今まで食べたアイスよりも、どのアイスよりも滑らかなんだよ。驚くべきほどの滑らかさ。お味は
天然素材ばっかり使っているので優しいお味と言いますか、ガツンとくる味はないんですけれども、体にいいのはよくわかりますと。一度この滑らかさは食べてみないとわかりません。皆さんも一度ぜひぜひお立ち寄りくださいよ。おいしいおいしい、やむやむですよ。なんとなんと、この舌触りは本当にミラクルです。さあ、今日お泊まりするのはこの有馬グランドホテルさんです。では皆さん、また見てね。 See you。